こんにちは。十業図に学ぶということで、あの、前回少し大まかな話をさせていただきました。それで今回はこの十業図、十枚の絵について、一度に二つずつ五回に分けてお話をしたいと思います。 短い時間で行い、行うつもりでおりますので、漢文の一字一句の細かな説明は、これは割愛をさせていただきまして、一体どういうことを言っているのかということについて学んでいきたいと思います。十行図という、十枚の絵を通して、 牛を探し求めていくというこの絵なのであります。牛を探すという、その牛というのは真の自己、本当の自分というものはどういうものであるのかと、これを探し求めていく旅の様子を絵で表しているものが、 古い中国の書物として残っていたのであります。これが禅の修行を行っていくこの改定段階を表しておりまして、本当の自分とは何であるのかと。この自分というものを明らかにする。 これがやはり私どもの善の修行の一番中核核心、中心となるところでありますので、こういう今のような時代であれば、なおのこと本当の自分というのは何であろうかと。ただ、感情のままに好きだ、嫌いだ、酔いだ、悪いだという、自分の感情のままに振り回されていたのでは、 これは本当の自分であるとは言い難いのであります。それは自分という心の感情というものは心のほんの表面だけのものであって、もっと深くを本当の自分というのはどういうものであろうかと。そのような探求を仏教、特に禅の教えでは長い年月にかけて行ってまいりました。 その知恵というものが今を生きる私たちにも大いにこう参考になるとこう思うんであります。では第一番目の人牛。一番目は牛を訪ねる人牛とこう言います。牛を訪ねていくんであります。もともと自分を探すというわけですから、探し物は何ですかというなんか歌の文句がありましたけども、 何かこの探し物が外にあるのではないと。自分自身を見失っている。探すのは自分なんです。探す対象も自分であるし、探す主体の方も自分なのでありますから、探そうとしているのはまさ,まさしく探している自分そのものなのでありますので、もともと失ってはいないと。 本当の自分はどこかにあるのかということは決してない。この探そうとしている自分自身が本当の自分なのでありますから、もともと失ってはいない。ですから、本当のことを言えば探し求めるような必要もないのだと。ところが、その自分が自分であること、あるいは自分がここにいるということ。 この私がかけがえのない私であるということを見失ってしまう。気がつかないから、それこそ、この目で物を見たり、耳で聞こえてきたり、鼻で匂いを嗅いだり、この口、下で味を味わったり、体に触れたり、もう外の対象、刺激にばかり、この振り回されてしまうと。 で、とうとう振り回されていくうちに、自分自身を見失ってしまって、いつも自分のこの感覚を刺激してくれるもの、自分の感情を何か刺激してくれるものばかりを追いかけていってしまうと。そうすると、ますます本当の自分からは遠ざかってしまって、様々などう言ったらいいのか、もう道がいくつにも分かれてしまって、さまよってしまうと。そうしますと、 自分の思うように行くか、自分の思うように行かないか、得意になっていい気持ちになるか、思うように行かなくて落ち込んでしまうか、そんな思いに振り回されてしまって、あれが良いかこれが悪いかというような、ぜひ価値判断ばかりをして、自分自身のことは一つも見ようとせずに、外の世界にばかり、この目を取られてしまうと。 そのようなことでありますというと、心せわしくあちらこちら探し求めたとしても、ますます本当の自分というのはこの見えない、見つからないと。もう探そうとすればするほど遠ざかってしまうということがこうあるのであります。よく自分探しというようなことが一頃言われたことがございました。 あれも似たようなところがあるのではないかなと思います。自分の好きなこと、自分のやりたいことを探すと。そう素晴らしいことです。しかし気をつけないと自分の好き勝手なことばかりをしていると。まあこれ難しいですね。好きなことをやるというのはこう大事なことであります。素晴らしいことでもあります。しかし単に自分の この感情だけで、感情ですね。感情だけでに振り回されてしまっていては、ますますこの道は遠ざかってしまう。もう迷路の中に落ち込んでしまう。そうしますと、探せば探すほど、この疲れてしまう。探し求めれば求めるほど、この身も体も心も疲れきってしまう。と 関心の中では、ただ聞く封じの番宣に銀ずるをというふうに書かれておりますが、沈む、沈むゆく夕日の中で、ただこの蝉の声を聞いているという。でもこれも、その蝉の声を聞いているというふうに歌っているわけ、聞こえてくるのは蝉の声ばかりというふうに歌っているわけでありますが、でもこれが一転して、 この蝉の声を聞いているものは何者であるのかというふうに求めるのが本当の求め方、全で解くところの自己を求めていくという求め方なのであります。それがなかなかできなくて、外にばかり、自分の感情を刺激してくれるものばかり求めようとすると、ますます遠ざかり、 自分の思うように行くものは少ないです。そしてまた自分の感情というものは刺激をされたその時はこの刺激を得て満足を得たように思うんですけれども恐ろしいことにさらに次の刺激を求めます。さらにもっと強い刺激を求めるようになります。もうその結果そのことにこう振り回されてしまう悪循環に陥ってしまう。 何の欲望でもそうです。欲望というのはそういう原理なのでありまして、その欲望にこう振り回されてしまう。感情に振り回されてしまう。自分の感覚を満たすものに振り回されてばかりいては、ますますこの遠ざかってしまうぞと。それよりも、この自分自身をよく見つめようということを呼びかけているのが、第一の人牛という絵であります。 それからこの二番目に見積というふうに進んでまいります。これは牛のこの足跡を見つけるという段階でございます。どうしたら本当の自分を見つけることができるのであろうかと。やはり手がかりとするのは、これは昔からそのように 真実の事故というものを求めてきた人たちの道筋が解かれているのであります。人類の歴史というのは非常に長うございます。仏教、お釈迦様が悟りを開かれたと。それが今日伝わる仏教でありますが、もう2000 2500年来ぞとその教えを学んで、 実践をしてきた人たちが大勢いらっしゃいます。そういう方々が様々な経典でありますとか、あるいは語録として書物として、この、今日に残してくださっております。ですから、まずは、お釈迦様の説かれたお経経典でありますとか、様々な禅の語録、禅の書物をよく、よく学んで、どういう意味があるのかと。 私たちの生き方にはどういう間違いがあるのかと、どういう方向が正しいのであるかということをはっきりと書物や教えを学んでよく知ることであると。そうすると、この世の,世の中には様々なこの生物、生き物、人もそれぞれ様々でございます。いろんな人がこういますけれども、うん、でもその生きている 命というものは皆平等であります。それは成功した人、思うようにいかない人、名声を得た人、失意の底にある人。これはこの世に現れている様々な人間の様子は様々ございますけれども、どれも皆それぞれが素晴らしいかけがえのない命を生きている。素晴らしい心を持って生きていると。それが あらわになっているか隠れているか、目覚めているか気がつかないでいるかというこの違いだけなのであって、命名が本当は素晴らしいものをこの持っているのであると。禅では、よく禅の教えでは万物と事故とが一体であるということをこう解きます。自分探し、自分探しと言いますが、本当はこの、こんな小さな体の わずか数十年の体験しかしていない自分というものではなくして、自分の心というものを奥深く、奥深く、奥深くこのを求めていくと、これは天地万物と一つになっている、通じている、一体の事故というものにこの目覚めることができる、そういう道筋を解いているのであります。 何が正しいのか何が誤っているのかそういう本当の事故に目覚めて生きようというのが私たち全で説くところの道でありますそれが逆に感情や感覚にだけ振り回されているのがこれは苦しみの道であるという何が正しいのか何がこの誤った道であるのか何が本当の自分を生かしていくのか何が自分自身を この生かすことを妨げるのかということをよく学んでいく。まだその学んだだけでは本当の事故に巡り会えたということはできないのでありますが、まだそのようにこの学んでいくということは、その牛の足跡を見つけたということができるのであるというんであります。絵に描かれているのは川辺のほとりで、 牛を探していくと、ようやくこの牛の足跡を見つけることができたのであります。しかしながら、その草むらがこのまだこうたくさん覆っていて、牛の本当の姿をまだ見ることはこうできないと。でも、諦めてはいけません。どんなこの草深い、えー、険しい道であろうと、本当の自分というものは隠すことはできないと。 どこにやってもあらわになっていると。いや、なんとなれば、これは答えは、探そうとしている私自身がその答えなのでありますから、どこ行って、どこに行こうが本当は、この、隠しようがないのであります。あらわになっているのであります。ただ、そのことに気がついていないので、まずはやはり、様々な書物や、 先人たちが残された教えをよく学んで、どういう方向が正しいのであるのかと。感覚や自分の欲望にばかり振り回されていては、本当の自分とは言えないのであると。本心の自己というものを求めていく道、これはどういう方向であるのかと。どういうふうにしたらいいのであるかと。 どういう道理を解いているのであるかと。本当の事故というのはこんな小さなものではないと。もっと広く、もっと大きな広大無変なものであるということを、まずこの書物や道理によって明らかにしていく。というのがこの第2番目の剣石牛の足跡を見るというところなのであります。とりあえず第1回目は、 人牛、牛を尋ね探していくというところと探そうとして、そしてまず足跡を見つけたというところで今日はここで終わりにしておきます。ありがとうございました。